い、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、農地法の概要について解説いたします。本日から農地法に入っていくんですけども、農地法ってそもそもどんな法律なのか、また基本的な概要の部分を解説していこうと思います。で、まずはじめに農地法の目的をお話します。なんで農地法っていうルールがあるのか。それは日本の農業を守るためなんですね。日本の農業を守るために農地法っていうルールがあるんです。じゃあこの日本の農業を守るための手段って何なのか、つまりどのような手段を使って農業を守っていこうとしているのかっていうと、これは農地だったり再生放牧地の権利移転、権利移転っていうのは使う人が変わるっていったイメージです。または転用、これは別のものに変える、例えば農地を宅地に変えるだったりとか、再生放牧地を宅地に変える、これが転用なんですね。まあ、そういった場合に許可を必要としてます。つまりこれ言い換えると、許可なく権利移転をした、使う人が変わった、もっと言うと移転登記をしたとしても、これは無効なんですね。勝手に農地の登記名義人を変えたとしても、それは無効になっちゃいますよ。また許可なく転用したとしても、この場合原状回復命令とかを受けて元に戻さないといけない義務を負いますよっていう話なんですね。こうすることによって農業を守っていこうっていう話です。で、まず今回は農地っていうのと再生放牧地、これがどんな土地なのかっていうところを解説します。つまり農地と再生放牧地の定義といったイメージです。まず農地っていうのは耕作目的で利用されている土地です。これは地目は関係ありません。登本と呼ばれる登記事項証明書っていうものがあるんですけども、そこに地目っていう欄があるんですよ。この地目に農地って書いてなかったとしても、現在の状況、これ現況をって言うんですけども、現在の状況で判断して、それが農地、畑だったり田んぼだったり果樹園だったりするのであれば、それはもう農地って判断されるんですね。地目は関係ないんですよ。例えば地目が雑種地とかになっていたとしても、見た感じ畑だっていうのがあれば、もうこれは農地に当たりますんで、この点注意です。また休耕地も農地に当たるんですね。休耕地っていうのは今は農業やっていないけれども、ちょっと耕したらこれ農地になりますよねっていった土地です。ちょっと雑草生えていたとしても、ちょっと耕したらこれすぐ農地になっちゃうんですよね。いつでも農業ができるような土地、ちょっと休ませている土地っていったイメージですかね。まあそういった土地もこれ農地に当たりますんで、この点も注意しましょう。実際ここ試験でよく問われる部分です。農地っていうのは実際現況で判断して耕作目的で利用されていたら、地目は関係なくそれは農地として判断されるんだと。また休耕地、今実際に農地として使っていなかったとしても、もう少し耕せばこれ農地になりますよね、畑になりますよね、そういった土地も農地として扱いますよ。ここはポイントなんで、ぜひ頭に入れておいてください。あと再生放牧地ですね。これは牧草栽培をしたりとか、あと放牧地、例えば牛とか豚とか、まあ、そういったものを放牧したりするための土地、つまりこれ養畜事業ですね。養畜事業として使っている牧草栽培をしている土地だったりとか放牧地、これが再生放牧地です。これを農業の中に付け加えて、これについても守っていきましょうというふうになっております。今回はすごくざっくりした話なんですけども、この考え方ってすごく重要なんですね。なんで農地法ってあるんだろう、その農地法の目的っていうのは日本の農業を守るためなんだ、そのために農地だったり再生放牧地、これを使う人が変わる場合は許可がいりますよ、また違うものに転用する場合、こういった場合も許可がいりますよ、もし許可なく権利移動した、つまり移転登記をしたとしてもそれは無効になるよ、また許可なく転用した場合はそれは元通りに農地とか再生放牧地に戻さないといけない義務が生じるよ、こういったところですね、ちょっと頭に入れておきましょう。で、次の動画では、じゃあ実際にどういった場合に許可が必要なのかっていうところを細かくですね、解説していきます。3条許可、4条許可、5条許可、3つあるんですね。重要な部分は3つありますので、一つ一つ解説していこうと思っております。次の動画も楽しみにしていてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。